度来ても薄気味悪いところね。私たちだけで抜け出してきたけど大丈夫かしら。大丈夫よ、あれを見つけたらすぐに戻るから。ごめんごめん、脅かすつもりはなかったんだけど。大地、それにみんなもこっそり私たちの後をつけてきたのね。それよりこんなところに何しに来たの？ソラがここに落とし物をしたんで取りに来たのよ。落とし物って何を？それはその大したものじゃないわ。結局何を落としたんだ？教えてくれれば手伝えるのにさ。いいの、気にしないで。もう少し探せば見つかると思うから。もしかしてこっそり隠してた食料じゃないの？違うわよ、大地じゃないんだから。おお、これはナイスな腕飾り。おお、これはナイスな腕飾り。もしかして誰かが拾っちゃったの？大変、急いで取り戻さなきゃ。
待って、ソラ。マジカルファイヤー！
カフレーム。よし。ベリベリグッド。この腕飾りでミーもモテモテだ。バケモン？待ちなさい。それは私の落とし物よ。返して。ユーは誰？これは拾ったミーのものよ。返して。それは大切なものなの。ならミーとユーとでバトルのウィナーがゲットするね。わけわからないこと言って、力ずくで取り戻させてもらうわ。バードラゴン！メテオウィング！おまじないのあるか？よっぽど大事なお願いだったんですね。実はうちのお母さん、サッカーやることを認めてくれないの。お母さんお花の先生で、私にもサッカーより華道をやらせたいのよ。ソラさんも着物着たりするの？素敵！話の腰を折らないの。このミサンガは昔お母さんがくれたお裁縫の糸で作ったの。綺麗な刺繍糸だったから私がねだったのね。そのミサンガが切れたら、ソラのお母さんもサッカーを認めてくれる願いが叶うのか。大したものじゃないんだけど、私にはとっても大事なものなの。いつかきっと叶うよ、ソラのお願い。うん、
な。なあ、絶対隠し持ってた食料だと思ったんだけどな。タイチ、冗談だって。怒るなよ。